皆さんこんにちは、衆議院議員松原仁です。今日は市井沙耶香さんをお招きしてこの場で議論を進めていきたいと思います。市井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビーガンというものをね、市井さんの政策にしてもらってどんどん広めていくと、これ素晴らしいですね。そうですね、私自身も子供が4人いますので、そういった部分ではその学校の給食とかでそのビーガンを取り入れてほしいなっていうのは、こう一つと目標としてあります。なるほどね、学校給食ね、はい、ただこれ、はい、実際問題、その発育をしている子供にとって、はい、ビーガンが発育につながるのかなっていうのは、それがちょっと、分かんないんですが、その辺はどういうふうにお考えですか？私はそこの理解をもっと深めていくべきなのではないかなっていうふうに思っています。そのビーガンだからその発育になんか少しなんかこうなんでしょうね、バランスが取れないのかなとかっていうところではなくて、むしろそのビーガンの素晴らしさというところをやはりこう日本の全国の皆さんに知っていただく、それはその食育にもそうですし、その教育っていうところの学びの場においてもとても大切だとは思うので、むしろ本当に小さな子どもたちがそのビーガンってどういう食なんだろうっていうのを、教育現場で伝えていくことによって、やっぱりより良い環境になっていくんじゃないのかなっていうふうに私は一つの希望を持っています。確かに例えば江戸時代なんか肉を食べなかったですね、はい、お百姓さんっていうのは基本的に果物と穀物しか食べてない。でも大きな人は大きいし、それで相撲取りになった人もいるわけだから、確かにそういうことは可能なのかもしれませんね。いずれにしても今市井さんがおっしゃった新しいその文明ストリームっていうのかな、人間の怒りとかの感情もビーガンやってると薄れるかもしれませんし、比較ですよ、肉を食べてる時よりは、そういった意味では大変面白い傾向が生まれると思っておりまして、ぜひ市井沙耶香さんが一日も早く完璧ビーガン主義者になることはい祈りながら、はい、この YouTube を終わりたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。